ためにコツコツやってたら、いつかお金が貯まるはず。うまい話には裏がある、その裏読めなきゃ騙される。この弱じろきの誰ぞが言うた。一発当てよと宝くじ当たった試しもないくせに、今度こそはと夢タクシー、有り金はたいて買ってみた。うまい話には裏がある、その裏読めなきゃ騙される。この弱じろきと誰ぞが言うた。会社ぐるみで騙し上がって。